本日、県の保健環境研究所においてゲノム解析を行いましたところ、オミクロン株の感染者であるということが判明をいたしました。オミクロン株に感染したのは、岐阜県海津市に住む外国籍の40代男性です。スリランカからカタールのドーハ経由で、国内4例目の感染者と同じ飛行機に乗って、今月4日に成田空港に到着していました。 空港の検疫所で受けた検査では陰性だったため、翌日車で岐阜県内の自宅に戻りましたが、その後、新型コロナの感染が確認され、ゲノム解析の結果、オミクロン株の感染が判明したということです。岐阜県によりますと、濃厚接触者は確認されていないということです。